でてどん。にわっち、どうも、にわとりにわ。さて、今回はこちらの札幌大宮にね、ちょっと戻って、この大量の、まあ、冷凍したやつをね、一晩かけて冷蔵庫の中でね、解凍しておいたんやけども、このみじん切りにしたね、札幌大宮を使って、大量の餃子をね、作っていきたいと思うには。多分ね、これだけ量があったらね、3日か4日ぐらいまで餃子たっぷり作れるんじゃないかなって思うにはね。それではレッツにわチングコッコ。はい、贈り物紹介コーナーにはこちら、いつもおなじみジグワットさんからいただいたにはね、カルパス。最近ね、にはカルパスハマってて干し芋に入れてたにはよね。そのカルパスを、まあ3袋が1セットだったんやけど、そのカルパスを買っていただきました。まあカルパスはね、そのまま食べてもいいし、このカルパスをね、なんか料理にも使えるんじゃないかなとちょっと思ってるんで、その実験もね、ちょっとやってみたいなと思ってるには、ありがとうにわっちです。でもう一つこちらね、あの撮影用のライトなにわけども、買っていただいたにわでね、にわがね、干し芋に入れてたのは2,000〜3,000円の安めのやつやったんやけど、こちらはね、その2〜3倍ぐらいお値段する気がするには、恐れ多いにはね、本当にね。でね、不思議なことにね、あの動画を投稿した次の日にこちら届いたにはね、で動画を投稿する前からなんか荷物来る通知来てたから、確かにライト欲しいなみたいなことをツイッターでつぶやいたんやけど、もしかしてそのタイミングで送ってくれたってことなにはかね。パナイには、まあ、早速ねこちら開けて使ってみるにはね、パカリね、もうお高いから包装もしっかりしてるにはね。でね、基本的にね、説明書はね、中国語と英語でしか書いてないからよくわかんないにはね、まあそんなに複雑なものでもないやろうけども、では出してみましょう。パカリ、あ、さらに詰まってるにはね、なんかよいしょ、ほうほう、もうなんか見るからにね、お高そうな感じにはね。あ、乾燥剤なんか入っちゃって、どっちから取るにはこれは、ん、あ、ここ、はい、あれ取れたんだけど、乾燥剤もね入ってね、多分ここが光るにはね、うん、はい。まあ、充電式にはね、2羽が買おうとしてたのは6個ぐらい乾電池いるやつやったけど、やっぱり充電式の方がね、お手軽にはよね。ほうほう、でちょっと充電してくるにはね、なんかね、刺したらね、もう 95% ぐらい充電された状態だったにはね。ということは、ここの電源ボタンを押せば、もうつくにはかね。ピ、ん、長押しかな。おう、青、すごい明るいにはね。あらー。ねえ。ちょっと赤、黄色、あー、眩しいには。直接見ると目が焼ける感じ。で、ここで、ほうほうほう。変えられは。100% にしたらめっちゃ明るいけど、ね、100% だと7分ぐらい使えるみたいなね。はんはん。で、電気を落とすとその分、うん、5% は最低で、5% だと2時間40分使えるみたいなね。はい。で、光がちょっと黄色っぽいから白っぽくしたいときは、この青眩しいにはカバーをかぶせれば、黄色だけ？コッコー。はいはい、わかったには。ね、この電源ボタンでこの表示が変わるみたいにはね、一回上の方はこの光の強さにはね、だから上げるとめちゃめちゃ眩しくなるにはね。ほんほん。で、もう一回押すと下の方になって、これを上げると色が白くなるみたいにはね。はい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 。なるには使い分けできるにはね。はあはあはあ、じゃあこれは本当になんか柔らかい光にしたい時のオプションなのはね、なるにわっち。まあ、2羽のね、ビデオカメラ、これをね、取り付ける穴がないんだけども、昔ね、アクションカメラを胸にね、つけてた時に使ってたやつに、まあ、これをはめて、胸にね、これを、2羽のね、胸にこれつければ、ちょうどいい感じにね、この辺が明るくなるんじゃないかなと思うにはね。だから今度から、まあ、あっちの台所の方で撮影するときはね、今までとは比べ物にならないぐらい明るくいい感じにね、映るんじゃないかなと思うには。
はい、いやもう本当にジグワットさん、こんな高価なものをありがとう、ニワッチでした。もうこれからねバリバリ使っていくにはそんな感じで、コッコ。はい、それではね早速やっていきたいと思うにはけども、早速ね、先ほど紹介した照明くんをね使ってみようと思うにはよね。えい、フラッシュ、うん、こんな感じ。どうには、明るいには。でもねこれビデオくんもねなんか調節しようとしてね、明るさをいじ勝手にいじる気がしてね、どうなんやろね、ある方とない方どっちが見やすいんやろね。まあまあええわ。それでは早速やっていきたいと思います。まずはねこちらの冷凍したのを、解凍したねキャベツくんを、まあ、塩でもんでね水分を出そうと思うにはね。いやこれ本当に結構量あるから、どんだけ餃子作れるんだかね。ドバババドバババババドバババババババ、はい、こんな感じに。そうにはね、塩はどれぐらい、これ砂糖だわ、小さじ1ぐらい、パパパパパパ、量がね量だからね、今回はレシピ見ずに培ったもので、まあ 1.5 ぐらい醤油塩入れて揉んでいくんやけど、寒そうこれ。もみもみ、一旦冷凍して解凍したことによってね、細胞が壊れてね水分出やすいんじゃないかなと思いますけども、めちゃくちゃ冷たい、寒いには、手が指が寒いには、シャーベットにはこれは、あっはっはっは、やばいにはね、これはね男のにしないとちょっともう指が使い物に、やばいやならないのね。それでちょっとこれで置いてね、水分出すにはね、コッコ。はい、それではね水分も出てきたので、しっかりと水を絞りたいと思うにはね、はい、しっかりとね水分を絞ったには、そしたらこれにたっぷりの生姜とニンニクをドバー、ほんで合いびき肉を合計 500g ぐらい入れて、オイスターソースとろとろ、紹興酒ジョバジョバ、鶏ガラの素サラサラ、胡椒、ごま油、みりんなどなど、まあ入れたら美味しいかなってものを入れて、でね本来は具材の中に、まあ、ニラとかがね普通入ってくるんやけども、最近ね、まあ、ニラもネギもね一袋200円ぐらいしてね、ちょっと高いし、あんまりねニラの必要性を感じないのでね、ニワはもうこれでやっていくにはね、あとはしっかりとよくこねるにはね、まあ、キャベツがね若干シャーベッティだから、まあ前ねひき肉混ぜるとき氷入れないのっていうコメントがあったけど、まあ氷のね代わりにもなっていいんじゃないかなと思うにはね、コッコ。はい、それではねよくこねたのでね、皮に包んでいこうと思うにはけども、まあ、餃子はね結構これまでもやってきてるから、いつも通りやっても面白くないのでね、包み方をいろいろとねやってみたいと思うには。でね、ちなみにこれねテイク3なんにはよ、1回目はねやっぱり慣れない包み方だったから、なんかねグダグダしちゃって、まあ、ボツになって、テイク2はねなんか焼き方をね普段の焼き方と違う焼き方したら、なんかちょっと微妙になったからボツにしたにはね、だからまあテイク3なんやけども、まあ、こねてね、この種をこねてね2日か3日ぐらい経ってるにはね、だからちょっと色もね若干なんか新鮮じゃない感じの色になってるけど、まあまあまだ大丈夫やろということでやっていきます。それでは皮を手に取って、じゃあまあやっぱ最初はね普通の包み方やるにはか、半分水塗って、やっぱりね餃子の種って入れすぎるとね閉じなくなるから、まあ庭的にはねすごい冷たいんやけども、若干控えめにして真ん中に乗せて、で片側にだけひだを作っていくにはね、普通の一般的なやつだとね、はい、こんな感じ、はいはい、まあ今のがノーマルにはね。でね、あれをね知る前のにわの包み方ちょっとやってみるにはか、まあ、同じように半分水塗って、同じように種乗せて、
で閉じて、でね、もう一回水塗って、でね、片側じゃなくて両どっちもね、こう巻き込んでひだを作ってたのはね、最初あの一般的なやり方を知る前の庭はね、こんな感じ。まあこれだとね、ちょっとね、くっつきが悪いから、やっぱり基本のね、包み方の方がいいかなと思うにはね、まあどっちから見てもね、ひだが見えるから、まあいいっちゃいいんやけどね、これもね。はい、さあここからがね、ちょっとね、変わった包み方やっていきたいと思うにはね、まあ同じように半分に水塗って真ん中に種乗せて、でもね、これはね、昔やったにはね、帽子っていう形なんだけども、まあ閉じて、でこの中心をちょっと押してね、曲げやすくして、こうくるっとして、でこの両端を水つけてくっつけると。これはね、昔なんかね、同じようにちょっと変わった包み方やりたいなっていう時にやったにはね、まあどっちかというと、このひだにね、スープが溜まるから、スープに入れるのに適した餃子の形にはね、まあこれひだ作らなくていいから非常に簡単にだけどね。で、今のが帽子にはね。次はね、三角いってみるにはか。これもね、まあ半分に水塗って、これはね、多分真ん中にちょっと中心にね、円を描くように種を乗せて、で、ちょっと止めて、でここをね、こう折り曲げて中に入れると、だからまあ三角に、ね、なるわけにはね、この、まあ、ちょっとね、なんかね、二等辺三角形にね、毎回なるんやけど、まあバランスよくやったらちゃんと綺麗な三角になるんじゃないかなって感じにはね、はい、まあ、これもね、ひだ作らなくていいから、まあ、楽っちゃ楽にはね、次はね、あの三角のね、進化版みたいな風車ってやつをやってみるにはね、風車はね、多分これ全面に水塗るにはね、ぐるっと塗って、でこれも種は真ん中の方に乗せて、でね、これがね、なかなかうまくいかないんだけど、こう皮をね、つまんでいくにはよ、5回1、2やるとね、大体ね、最初の方がね、すごいちっちゃくなっちゃうんだよね。4、5と、あら、これ六角形になっちゃうのね。まあええか、本当はね、5個角というかひだができるんだけどね、6個できちゃったにはね。で、できたひだを同じ方向に全部倒していくのはね、はいはいはい、そうするとほらね、風車みたいな、風車の羽みたいなね、感じになるやろ。まあもっとね、うまくやったらこの風車のね、羽も全部均等になって、で本当はね、5個なんやけどね、羽がね、まあでも増えても綺麗やからええやろ、花といっても過言ではないのはね。まあこれが風車っていう感じにはね。次はね、ハマグリ型っていうやつにはね、これも半分に水塗って、で種を乗せると、普通にね、で乗せたらまた閉じるにはね、ここまでは帽子と同じにはね。でここに水をちょっと塗って、なんかね、つまんでいくらしいにはね、こうちょっとずつ、これがね、なかなかね、には失敗するんだけどね、うまくつまめなくて、だからハマグリのようになんかがっちり開かないぐらいのなんかね、こんな感じで包むみたいにはね、まあ、これはね、本当にまあ具がね、出てこないだろうから、揚げ餃子とかにね、向いてるんじゃないかなって思うにはね、でね、最後にちょっとね、変わり種やるにはね、その名もバラっていうやつにはね、これはね、餃子の皮を3枚使うにはね、1枚乗せて、でくっつくところにちょっと水塗って、2枚目乗せて、で同じようにくっつくところに水乗せて塗って、3枚目とね。まあね、これね、やったことある人は知ってると思うけど、まあ、幼稚園とかでね、庭も粘土でね、こんな感じでバラのね、形を作った記憶があるっちゃあるにはね。でここにね、棒状に
具を乗せていくんやけど、これね結構ね具をたっぷり乗せちゃうとね、バラがね閉じなくてね、この肉がね見えちゃうにはね、上からなんかちょっとね少なめの方がいいかなと思うにはね、種は、はい、こんな感じんで、この上のね半分に水をね塗っていくには、はい、でこの3枚を一気に半分に折って閉じるにはね、ペタペタ、さすがにテイク3までやると若干手慣れてきたかなって思うけど、バラはね結局テイク2も1も失敗したにはね、これで端から巻いていくにはね、はい、これがね巻くとね、この閉じた部分が開いてそこから肉が見えちゃうという、なかなかね難易度が高いにはよね。まあ種をね本当に少なくすればそんなこともないんやろうけど、ついついね入れちゃいたくなる2羽の衝動、くる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 と、で最後にここをね水で止めてやるにはね、そうするとほらやっぱりね開くにはね、本当はここ閉じて肉見えないと思うんやけどね、まあ見えてもまあまあまあって感じにはね、でちょっとまあ鼻開いた感じにしたりしてね、まあねこれね焼く前はね結構まあそれなりに見えるんやけど、焼くとねあんまりねデロってなってね、あんまり綺麗じゃなかったりするんやよね。うん、うまい人がやったらうまいんやろうけどね。でこれさ、粉からね餃子の皮作って途中で食紅とかね混ぜたら本当に赤いバラになるんじゃないかなってちょっと思ったりもしたり、うん、そんな感じ、はい。まあ以上にはね、あとは、ね、適当にいろんな形をねこう詰めていきたいと思うには、コッコー、はい、それではねだいたい包めたので焼いていきたいと思います。でね、テイク1、2でね学んだことはね、あんまり餃子を IH で焼くとね、なんか真ん中ばっかりね焼けて、この周りがねなかなか焼けなくてムラができちゃうからね、ガス火で焼いた方がいいんじゃないかなと思うので、テイク3ではコンロを使ってね焼きたいと思います。まあ、まずは中火でね軽く焼いて、ほんでね、まあ、本当に軽く焼いたら、こちらのねほんの少しの小麦粉を溶かした水を鍋底から1センチぐらいの高さまで入れるらしいんだね。いやー、はい、ほんで蓋して、ほんでまあ弱火と中火の中間ぐらいの火にして、まあ、しばらく蒸し焼きにするにはね、コッコー、はい、でまあね火が通ったかなってなったら、また中火に戻してね、この残りの水分を飛ばしていけばもう完成にはね、コッコー、はい、まあこんなもんにはかね。でまあできればねこのままお皿に盛りたいんだけどね、裏返すとこの形が分かんなくなるから、っていうか結構バラがまあまあいい感じにはね、うん、はい、いけそう。それではそれいい感じにはね、やっぱりガス火で焼いて正解だったにはね、うん、IH だとちょっとなんか物足りなかったにはよね。それでは早速食べていきましょう、コッコー、はい、それではね早速食べていきたいと思うにはけども、まずはねこちらトマトジュースいただきたいと思うには、ジグワットさんに乾杯、プハー。それではね早速食べていきたいと思うには、それではいただきます。まずこちら三角にはね、ちょんちょん、いただきます。熱いかしら、はあ、うん、テイク1とテイク2比べて一番やっぱり焼き上がりがいいにはね。でもね下味はもうちょっと強めにつけてもよかったかなって感じにはね、どうせねポン酢とかつけるからいいかなと思って薄味にしたんやけど、やっぱりもうちょっとね塩気が欲しいところだったにはね。それではこちら風車、やっぱ風車が、あ、でもバラの方がなんか見栄えいいにはね。じゃあ風車は2番目にはね。うん。いただきます。うん。なるほど、なるほど。じゃあ次は帽子いってみるにはかね。はい。もうなんか帽子なのか何なのかよくわからないけど。いただきます。なるにはなるには。まあやっぱりスープ系に入れた方がええんやろね、形的にね。ではこちら、ハマグリ。ちら。うん、いい焼き色にはね。
うん、しっかり閉じてるから肉汁もじゅわっと出てくるにはね。でやっぱりまあ揚げ餃子に向いてるんじゃないかなって個人的には思うにはね。それではこちらの自称バラ、まあまあテイク1テイク2と比べて一番焼き上がりは綺麗かなと思うにはね。ほら裏側もおっといい焼き色がついてるにはね。それではいただきます。でかいからね。うん、やっぱり3つ分やからね、食べ応えは一番あるにはね。で、まあ、2個だけだったからちょっと寂しい感じやけどね、全部あのバラでやったらね、100万本のバラ餃子みたいなね、ちょっとおしゃれな感じでプロポーズとかにどうでしょう。ニンニク臭いね、まあ食べ応えあるし3ついっぺんに作れるから手間もね若干減るかなって感じで、まあいいかもしれないわね、バラは。うん、ノーマル。まあやっぱりなんだかんだ言ってこの形が一番なんか安心するにはね、安定感のある餃子にはね。そんな感じでした。それでは行こう、もぐもぐタイム。米返しコーナー。ごっこ、こっこって名前のアンコウに似た魚を北海道で鍋にするって聞きました。知ってますか？ニワは新山道民だから知らないにはね。投稿のたびにお面壊れちゃう。最初からこんなもんちゃう？青ソイとか黒ソイもあるのでそちらも美味しいゾイ。この前黒ソイは売ってたからいつかやりたいにはね。島ゾイより一回りぐらい大きかったには。爪綺麗ね。栄養が行き渡ってるんやろな。かっこデブなみかん。カーペットかよ。的確な例えで草。トゲは調理前にハサミで切り落とした方がよくね。でもトゲ結構硬いからハサミバカになりそう。かっこコナミ。キモい模様。でもそれが名前の由来だから。魚は滑りやすいからペーパーとかでまな板と魚の水気取ってから切ると滑りにくいよ。今のところは割と滑るとかないにはね。まな板が木製だからやろか。ハサミ使うとって何度か自分で言ってるのに堅くなに使わない鶏。キッチンバサミはあるけど調理バサミは持ってないにわからんね。あん肝みたいな感じなんかな。多分近いんじゃないにわかんねえ。切れ味悪すぎない？これ包丁の切れ味あんまり関係ない気がするにわんねえ。骨硬いにわん。私も苦手ねえ。エッチな触手みたいですこ。なるべく均等に湯しもするならキッチンペーパーとかかぶせてお湯をかけるといいぞ。やっぱ上に何かかけてからの方がいいんすね。分厚い魚は丸まりやすいから先に皮目に切れ目入れると丸まりにくいよ。でも丸まるのが湯下作りやってる感じ出るんごんね。研究所の割には人のレシピ使うのね。研究は？研究ってなんだよ。かっこ哲学。身がブリブリだから薄めに切ると食べやすい。そこまで硬いわけじゃないからあれぐらいでも問題なかったにわよ。これからもバイトでやるんやで。来年からはやらないと貯金消滅するにわん。でも鮮魚は募集ないにわんね。いやお湯かけすぎなだけやぞ。身の色が濁る。案外かけるのは少しなにわんね。欲しいもリスト常に何か入れといてくれ。支援したくてもできないんだ。何入れとけばいいにわかんねえ。そういや仕事ってどうなった？もはややってないようなモノレベルの仕事量にわん。仕事しよう。こんなに勤勉に動画作ってるのになぜ仕事にできないのか。かっこ悲しみ。美味しそうだけど全部はさすがに飽きそう。半分漬けとか汁物でもよかったかもしれんね。白身はさっぱりしてるから割と全部食べても飽きなかったには。油の乗った養殖ぶりとかだったらおえっぷってなってたかも。炙って食べてみたいな。使用頻度が少なすぎてバーナー引っ越すとき処分しちゃったのは間違いだったにはね。カーネルさんとこやら引っ張りだこだよね。かっこ意味深。安く買い叩いて高く売る。とんでもねえブローカーには。水クラゲとか砂浜によく落ちてるからそれ食べてみな。え、それは食べられるにわか。確か10万人に数人レベルだったはず。アニーちゃん緩和型の人。これは発見次第研究所送りにはね。アニーにセイロガンが効くからおすすめ。特に昔ながらの臭いセイロガンな。はえー、セイロガンってアニーちゃんにも効くんにわか。
ヒラメか何かの干し物だったようなバリッバリのヤーツ。デベラカレーとも呼ばれるが、正式には玉岩蔵ヒラメ。広島県尾道の冬の風物詩らしいには、うんち。年末年始何食べるの？正直何も考えてないにはよね。季節感ゼロにわとり。関東のスーパーには全然置いてないぞい。確かににわも東京いた頃は見たことなかったにわね。しゃぶしゃぶにしても良さげやね。確かに兄ちゃんも殺せて一石二鳥にはね。海なし県だから魚介裏山。ああ、海なし県だとやっぱり魚介類はお高いにわかんねえ。冷水処理がないから湯通しじゃないかな。それだ。あらでも食べるときはヒレって取らないのか。よくには知らないにわよ。あと生姜を入れるといいぞ。結構ネギで匂い上書きされてたから、どっちか一つでいいかも。お玉変色してきてるね。元からこんな色にはいいよ。海苔入れようよ。海苔？いい出汁出てそう。出汁を知覚できない鶏は味噌汁の味しか感じられない。かっこ悲しみ。何味噌なんだろう。北海道味噌とか書いてあったにはね。まあ普通の味噌だと思うには。あら汁に冷や飯入れてほしかった。ご飯とあらが絡み合って食べづらいかも。やるならアラは取り出した方が良さげにわんね。いやー、やっぱ餃子はいいにわね。しかもこんなにたらふく食べれて、まあ3日連続なんやけどね。まあ材料費も安いしね、包むのさえ慣れれば割と手軽に作れていいと思うにわね。まあそんな感じで、おまけコーナーでは余った種でね、あの帽子型の餃子作って、でその帽子餃子を入れて中華スープを作りたいと思うにわ。それではおまけコーナーへゴー。コッコー。はい、それでは今回のおまけコーナーでは帽子型のね餃子を使った中華スープを作っていきたいと思うにわけども、まあ具材はね餃子だけじゃなくてかなりいろんな野菜をご用意したにわ。ではね、まずはこちらのスロークッカーに水をね 1500ml ぐらい入れて、まあちょっとね沸かしたにはね。でそこに分量通りの鶏ガラ、小さじ10杯を入れるには、ドバババババ。ほんでまあ混ぜて、でまあ具材を入れていくにはね、具材はもやし、玉ねぎ、人参、生姜のみじん切りで、安かったから椎茸もというね、かなり具沢山なスープにはね。ていうかこれだとちょっと餃子入らないんじゃないかという疑惑があるにはけども、ほんでこちらのね帽子型の餃子もぶち込んでおくには、ポポ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 。であとはねしばらく強設定で煮ていくにはね。コッコー。はい、でまあじっくり煮込んで、まあ火が通ったら、こちらの、片栗粉小さじ3、水大さじ3を混ぜたものを入れて、ちょこ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 、なんかとろみをつけるみたいにはね、ニョッキニョッキ。もう結構餃子トロトロになりすぎて中身出ちゃってるにはね。でまたしばらく煮立たせるには、コッコー。煮立ったみたいにはね。で若干のとろみもついたみたいにはね、そんなにドロッとはしてないけど、ほんではねちょっと味見したいと思うにはね、ちょっと薄いかなと思うにはね、もうちょい鶏ガラと醤油をタラ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 溶かして溶かして、こんなもんにはねちょうどいい感じには。では最後の仕上げとして、こちら溶き卵3個分にはね、これを流し入れるには、トロ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 。でね、前コメントにもあったけど、ね、かき混ぜないようにした方が今のね理想としてるあの卵スープの感じになるらしいにはね。だからまあこの状態でまあ弱モードにしてね、今日はもうお腹いっぱいやから食べるのは明日にはね。コッコー。はい、で完成した中華スープがこちらになります。ただねまだこれじゃ完成じゃないにはね、ここにごまをパラパラ振って、でこの刻みネギを
乗せてあげて完成だね。はいはい。それではいただきます。まずはスープからいただくにはかね。うん、ちょうどいい塩加減にはね。野菜もいっぱい入ってるし健康そう。ではいただくには、まあ、ちょっとね、餃子はもう完全に皮が取れてただの肉団子になってるにはね。でもね、卵もまあ理想的な感じやし、味もいいし、いい感じの中華スープにはね。まあ、やっぱね、寒い時期はね、中からも体を温めたいから、こういうスープ系をね、常にいつでも飲めるようにね、あのスロークッカーの中に作ってね、置いとけば、やっぱりあったかいものを食べると本当に体はね、あったかくなるにはからんね。うん、そんな感じでした。それではバイバイニワッチ。前回の動画を宣伝してくれたかわいこちゃん、ピクシブファンボックスで支援してくれているスポンサー美少女の皆様、それではまた次回、バイバーイ、にわっち。